キルドは襲われたってさっき町の人が。そのことなら、ほら、この通りだ。ヘッヘン、私たちでちょうど片付けたところ。ちょっとギルドの中が散らかっちゃったけど、全然平気だよ。何事もなくてよかったですね、ミラさん。ミラさん？よかった。本当に。私、あなたたちに何かあったらどうしようって。また、大切な人がどこかに行っちゃったりしたら、どうしようって。大丈夫だよ、ミラネ。私たちはもう、どこにも行かないから。そうだぜ、姉ちゃん。俺たちだって成長してるんだ。姉ちゃんがいなくてもギルドの留守くらい守れる。もっと私たちを、仲間を信用してよね。そうそうよね、信じないとダメね。あなたたちもフェアリーテイルの一員なんだから。そういうこと。だから今度からも留守は私たちに任せて、自由にお仕事行ってきていいんだからね。私も結構受付の仕事やってて楽しかったし。そうね、今度からはそうするわ。姉ちゃんも晴れて現役復帰ってわけだな。ってことは、今後は私たちからミラさんをチームに誘ってもいいんですか？ええ、誘ってくれたら嬉しいわ。また一緒にお仕事しましょう。すっごく心強いです。絶対また誘いますね。改めてよろしくね、みんな。というわけで、馬車で移動しますので、その間の護衛をお願いできればと。最近この辺りで賊の目撃情報がありましてね、よろしくお願いしますよ。馬車かよ。俺走って追いかけるから、ルシーだけ乗れよ。そんなことしたら、いざ戦いになった時に体力が持たないでしょ。馬車に乗る方がつれよ。いいから乗る。ナイツ、大丈夫？相変わらず乗り物苦手ね、あんた。ほら、そろそろ前に盗賊が目撃された街道に差し掛かるわよ。戦いはルシーに任せた。ああ、ほんと、こうなると頼りないんだから。何？馬車が飛ば…賊が出たんだわ、ナッツ！よっしゃー、賊退治だ！止まった途端これか…まあ、いっか、行きましょう。気をつけていきましょう。さあ、行くわよ。天竜の直撃。
扉レオ愛が精霊を強くするレグルスインパクト月戦やっカリーの鉄拳楽勝楽勝いやー助かりました。おかげで積み荷は全て無事です。最初に受けてくれた方は詳しい話をした後で一旦保留されてしまいまして、どうなることかと思いました。ラクサス、なんでそこまでしてこの依頼を避けようとしたのかしら。帰りも馬車に乗られますか。よければ手配しておきますが。じゃあお願いします。俺は乗らねえぞ。走って帰る。はいはい、勝手にしたら。私は先に帰ってるからね。さて次はと、ただいま。いやラクサス、お前から頼まれた仕事終わらせてきたぜ。ん？なああれか、そりゃご苦労だったな。ねえ、どうしてラクサスはこの依頼を避けてたの？ラクサスならあれくらい楽勝だったんじゃない？夏なんて馬車に乗ってたせいですごい頼りなかったし。そうだな、ま、そうなるだろうな、夏なら。なっ！お前まさか乗り物に乗せられることを知ってて俺に仕事回したのかよ。ま、それも半分なるな。同時に俺が受けなくて正解だったっていうのが半分だ。え、どういうこと？あ、もしかしてラクサスも乗り物が？そういうことだ。どうやらドラゴンスレイヤーは苦手なやつが多いらしいな。でもラクサスにそんな弱点があるなんて意外。あんま言いふらすんじゃねえぞ。ともかく今回は助かった、ありがとな。そういや大魔導演部の時にあっちで音楽プレイヤーを買い漁ろうと思ってたのに、ごたごたのせいで忘れてたぜ。ま、また行った時にでも買いに行けばいいか。どこ行こうかな。ここにしましょう。次はと、こんにちは。どこ行こうかな。ここにしましょう。次はと、ただいま。お、これはクロッカスでしか買えねえ限定アイテム。俺にくれ。そうか、ならありがたくもらっとくぜ。わざわざ行く手間が省けたな。これを選ぶと
なかなかいいセンスしてるじゃないか。さて、どの依頼にすっかな。収穫祭のための食材集めか。収穫祭ね、もうそんな時期になるか。ギルドも復活したし、今年は豪勢にやらないとね。私、マグノリアの収穫祭って初めてです。ギルドのみんなでパレードをするんですよね。ファンタジアね。前にやった時は誰かさんのおかげで危うく中止になるところだったけど。え？何かあったんですか？ラクサスがいきなりフェアリーテイル最強を決めるって言い出してね。無理やりギルドの仲間同士で戦うことになっちゃったの。それでみんなボロボロになって。え？ラクサスさんがそんなことを？じゃあラクサスさんが一時期ギルドを離れてたのって。そう、その事件のせいでマスターから破門されたのよ。ウェンディがこのギルドに入るちょっと前ね。昔の話を掘り返すんじゃねえ。俺はただギルドを強くしようとって。何を言っても言い訳になるな。でもあの頃に比べたら随分丸くなったじゃない。みんなとも仲良くしてるみたいだし。特別仲良くしてるつもりはねえよ。普通に振る舞ってるだけだ。で、どうするの？その依頼受けるの？そうだな。ま、食材集めくらいなら大して難しくもねえだろうし、受けるか。って、なんだこの納品量。こんなに集めんのかよ。そりゃ盛大なお祭りだもの。料理だっていっぱい用意しなくちゃ。せっかくだから私が手伝ってあげようか。協力すればその量でもなんとかなるでしょ。いや、ならいい。別の仕事を探す。ならってどういうこと？私と一緒じゃ嫌なの？怒ってんじゃねえよ。わかったわかった、一緒にやってやるよ。じゃあ手伝ってあげるっていうのにそんな言い方ないじゃない。どうかお願いします、ミラジェーンさん。よろしい。じゃあ待ってるから早く準備してこいよ。お待たせ。それじゃあ始めましょう。ああ、とっとと終わらせようぜ。そういえばラクサスと一緒にお仕事するなんていつ以来かしら。もしかしたら初めてかもね。そうだったか。ま、確かにあまり記憶にはねえが、昔のお前は荒れてたからな。ビビって近づけなかったのかもしれねえ。そうね、子供の頃のラクサスってピュアな感じですごく可愛かったものね。いつか。ああ、この話はやめだ。早く行くぞ。急がないと日が暮れちまう。はーい。ラクサス、どこに行こうかしら。ここにしましょう。気をつけていきましょう。
ークオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。雷流の王冠。行くか。
り練ってやるか。さて、テイクオーバー、サタンソウル、セイラ、殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。雷流の王か。別流奥義、勝破、天空戦。ホーリーレイ。白龍のホーリープレス。物足りねえな。もう一丁行くか。どこに行こうかしら。ここにしましょう。終わったか。なんとか集めきれたわね。これで依頼主も喜んでくれるわ。あんだけあればさぞかし豪勢な料理が出るんだろうな。楽しみにさせてもらおう。収穫祭はまだもう少し先だけど、今年はラクサスも出るでしょ、ファンタジア。そうだな、考えとくよ。じゃあ今日はこれで。お疲れ様。ちょっと待った。ん？どうかした？そのなんだ。ありがとな、手伝ってくれて。おかげで助かった。どういたしまして。たまにはこうやって仲間同士協力して仕事するってのも悪くねえな。そっか、それなら手伝った甲斐があるわね。ただ手伝ってもらいっぱなしってのも落ち着かねえ。今度は俺がお前らの仕事を手伝ってやるよ。本当？それは心強いわ。何を手伝ってもらおうかしら。喫茶店のウェイター、演劇の代役、着ぐるみかぶって看板持ち。おいおい、あまり変なことをやらせるんじゃねえぞ。依頼主の希望だとこれとこの本が良さそうかな。あ、これ好きな作家の新作、後で買っちゃおっと。俺には全く違いがわからん。ガジルもたまには本読んだろ。あ、ほらこれとかどう。子供向けの絵本だからガジルでも。てめえは俺を何だと思ってんだ。ごめんごめん。行こうかな。ここにしましょう。
次はっと。鉄道の図鑑？へえ、意外。ガジル、鉄道好きなの？ギヒ、うまそうな車両が乗ってたからついな。こいつはマグノリアにも泊まるのか？食べちゃダメよ！そうだな。どこ行こうかな？ここにしましょう。さて次はと。ただいま。無事に依頼が終わってよかったね。特別報酬の魔導書も手に入ったし。ギヒ、助かったぜルーシー。気にしないで、私もいろんな本が見れて楽しかったし。ねえ、その報酬の魔導書どうするの？いらないなら私がもらっていい？ダメだ、こいつは俺がもらっていく。まあいっか。さてと。おい、レビー。あ、ガジル、おかえり。って、その手に持ってる魔導書ってもしかして。ん？なんだ？知ってんのか？さっき依頼の報酬でもらったもんだが。やるよ。え？本当？いいの？俺には必要ねえもんだからな。欲しいやつが持ってた方がいいだろう。ありがとう、ガジル。ギヒ、大事にしろよ。行き先はここにするか。着いたぜ。この辺りにいるはずだ。依頼内容はモンスター討伐か。ま、俺たちにかかればたやすい仕事だな、あジュビア。リオン様、あまり触られては。お前、あまりジュビアを困らせるんじゃねえよ。仕事に支障出たらどうするんだ。ほっとすまない。だが安心してくれ。そうだな、仕事に取り掛かる前に話しておこう。そういや、ジュビアのことで話があるって言ってたな。なんでしょう、ジュビア、なんだか緊張します。大魔党へ、そしてドラゴンとの戦い、それを通してはっきり分かったことがある。ジュビアの心は俺を向いていないのだと。リオン様。リオン、そっか、そりゃよかったぜ。グレイ様、よかったって、それは
前と色恋沙汰で対立するのはやりづらかったからよ。なんか肩の荷が下りたっつうか。勘違いするな。今のところは様子を見るというだけだ。それに魔導士としてライバルであることは変わらない。これからもお前には足りねえだ。俺だって負けるつもりはねえ。リオン様がジュビアから手を引き、グレイ様と仲直り。それってリオン様の気持ちがそちらに向いたという。これは噂に聞くボーイズラブ。おいジュビア、一人で何ブツブツ言ってるんだ。そろそろ仕事始めようぜ。強敵でもジュビアなら。肩慣らしにはちょうどいい。バーニア！すまん。アイスメイクコンドエクスタイバー！ウォーターゲット！熱流奥義ホーリーノバ。最高だぜこの感じ。と張り切っていきましょう。さて、アイスメイク、アイスブリンガー、アイスメイク、イーグル。ホーリーレイ。アイスメイク、カンバー。肩慣らしにはちょうどいい。ウォータースライダー。グレイ様、
さあ、逃げるなら今のうちだぜ。さて、アイスメイクフロア天竜の萩爪フッ。しまいだ。こいつで全部片付いたか。ジュビア、念のため辺りを確認してきます。前みたいに不意打ちされたら危ないので。まあ、あん時は悪かったな。じゃあ頼んだ。はい、お任せを。グレイ、ちょっといいか。話したいことが。ああ、まだなんかあるのかよ。いや、大和党演武の後、どのくらいお前たちの仲が進展したのかと思ってな。そんなの話せねえ。何、おいそれと人に話せないようなところまで進展しているということか。ちげえよ、話すようなことはねえって意味だ。進展なんか。そうか。まあ、どう答えを出すかはお前の問題だ。俺がとやかく言うことではないが、ただ絶対に守り通せよ。お前をあれほど好いてくれる奴なんて他にはいないだろうからな。当たり前だ。あいつはギルドの大事な仲間だからな。それでいい。もしお前が不甲斐ないようなら、今度こそ俺がジュビアをもらうからな。グレイ様。ジュビア、戻ってたのか。さっきの話もしかして聞いてたか。グレイ様がジュビアのことを将来の誓い合った大事なパートナーだと。んなこと言ってねえよ。どんな聞き間違いだ。やれやれ、仲のいいことだ。どこ行こっかな。ここにしましょう。さて、次はと。
そうね。